去年11月マルビンとの決定戦を制した第23代 GHC ジュニア王者ダイヤモンドリング中島克彦。新王者の中島は今年に入るとノアジュニアと真っ向勝負。1月に青木、2月に石森を撃破し、これまで2度の防衛に成功している。そして今回ベルトを狙う男は悪道平柳玄馬。無慈悲軍団ノーマーシーの一員として独自路線をひた走る平柳がストップザ中島を誓う。ダイヤモンドリングのエースとノアジュニアの異端児、戦いを制するのは果たして。 GHC ジュニアヘビー級選手権王者中島克彦対挑戦者平柳玄馬。2001年、金丸義信が初代チャンピオンに輝いてから通算81試合目の GHC ジュニアヘビー級選手権試合です。丸藤が、健太が、鈴木小太郎が腰に巻いてきた青のベルトです。果たしてあの男の腰に巻かれることがあるんでしょうか。出ました、おっと、ひげが金髪です。去年2月この後楽園ホール、初めて鈴木小太郎のジュニアのベルトに挑戦した時も金髪にしてきました。その時以来およそ1年ぶり2度目のタイトルマッチでまた染め上げてきました平柳玄馬です。平柳はこうも話をしていました。このままでは俺はダメ、やらなきゃいけない時がある、ならばその本気を試合で見せてほしい、そう語ったのは第23代 GHC ジュニアヘビー級チャンピオン中島克彦であります。中島の3度目の防衛戦の相手はうつろな目をしているこの平柳玄馬です。この目の奥にその本気の力はあるのか。さあチャンピオン登場、しっかり右の肩に青のベルトが乗せられて光り輝いています。歴代チャンピオン全てこのベルトへの思いは半端ではなかった。俺がまた価値を高める、中島克彦リングに入りました。認定証、この試合は GHC タイトル管理委員会が認定する GHC ジュニアヘビー級選手権試合であることを宣言する。2012年3月7日 GHC タイトル管理委員長ハリレース大陸芸人ハルカ。続きまして、チャンピオンベルトが入ったんです。一旦中島からベルトが離れました。さあ平柳の前に行きます。ちらっと目を落としました。うつろな目ではありますが本気で取りに行くと話していた平柳です。GHC ジュニアヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。ナオコーカ挑戦者、ノーマーシー195パンド平柳玄馬。金髪です、本気で取りに行きます。セコンドには健太と金丸。赤コーナー第23代選手権からダイヤモンドリング210パウンド
中島勝彦、ベルトの価値を高めるチャンピオン中島勝彦。今健太が平柳に耳打ちをしました。現場コールです、後楽園ホール。金髪にゴールドに染め上げました平柳、果たして2度目の挑戦でベルトを取るか、守るか中島。今81回目のジュニアのタイトルマッチのゴングが鳴りました。動かない平柳、中島動かない、平柳がゆっくり動き出しました。現場コールの後楽園、ファーストコンタクトを待ちます。決まった、押し込んでいった中島、切り替えるか。さあクリーンにブレイクするのか、悪道平柳です。本気でいくと言っていましたが、おっとクリーンです、クリーンブレイク、クリーンに行きました。本気でいきます。それではその試合でその本気度を見せてもらいましょうと言っていたチャンピオンの中島、確かにいつもよりはまた目の力が平柳は違うかもしれません。おっと力で上回るか、バックを取る中島、ポジションの取り合いです。バックトル腕をひねっている、投げたのは中島、しかしここで切り返そうというところ、離れました。中島は3度目の防衛戦です。1月29日博多青木との戦いで初防衛、18分22秒、そして2月25日この後楽園ホール石森戦2度目の防衛戦を果たしました。2度目の防衛を果たしてその時にこの平柳が来てタイトルマッチ挑戦を表明しました。それ以来平柳はシングルで4連勝です。絶好調で今日を迎えています。ここでツバをかけたか、あったー、きたー、重い一発が来ました。場外ものすごい音がしました。鉄柵放送席前顔面できました。ものすごい一発で平柳の胸板突き刺さりました。反対方向の鉄柵、ちょっとグラッと来て平柳、さあここで場外でボディスラム、ゴンという音、おそらくはこの後楽園ホール、このベルトはまた中島が防衛するであろうと思っているファンが多いかもしれません。しかしその中で平柳が取れるかどうかです。さあリングに戻されました。中島はもう平柳に勝ってその先を見据えています。もしかするとその隙が生まれた時が平柳のチャンスかもしれませんが、もう前から後ろからサンドイッチ式で得意の蹴り、平柳ここで負けるわけにはいきませんが、ここであっという間に決めるのか、いや立ち見せる、やっと効かない、連打受け止める平柳、あっとそれゲバー、ここでいきなり昇竜現場、なんとまだ試合は始まったばかりです。中島大丈夫か、西永レフリーが確認している。さすが技の昇竜現場を振り抜いていきました。さあ一気に流れを変えるか、ものすごい角度で昇竜現場が入りました。傑作やられたらやり返すか、傑作に打っていきます。シングル4連勝すべて昇竜現場でフィニッシュしている平柳です。傑作の向こうどうダメージを与えるんでしょうか。お客さんがいますが、攻めろ攻めろ、椅子がなぎ倒されていきました。
金髪の平柳が追いかけていきます。戻れ。1年前ここ後楽園で小太郎のベルトを狙っていきましたが敗れました。それが初めてのタイトルマッチ挑戦でした。あっと椅子を使うのか。本気で行くと言っていた平柳、タイトルマッチだと言っている西永レフリーです。椅子はやめました。正面からぶつかっていく。珍しく静かに語った昨日の調印式。椅子はやめました。正面からぶつかってベルトを取りに行きます。リングに戻る。ノーマーシーの平柳です。天下金丸と去年3月に結成しました。俺は何もしなくていいと健太の活躍でそう思ったそうです。しかし健太の欠場があってやっぱりノーマーシーは健太がいないとダメだという声が上がってきて、このままでは俺はダメだとそう感じてこのタイトルマッチに挑んできたとそう話している平柳です。また一つ階段を上がろうとしている平柳現場。ベルトを取るのか。ここはすぐに起き上がろうという中島でしたが、健太と金丸、ノーマーシーの2人が見つめています。加勢することはありません。じっとその平柳現場の、あるいはこのノーマーシーの中でまたノーマーシーの価値を高める、そんな戦いを見ようと見届けようというそんな2人かもしれません。相変わらず現場コール、後楽園ホールです。昇竜現場にこだわりたいそう話していた平柳がいきなり昇竜現場を出しました。ここはあっと立ち上げていきました。リフターが離れます。中島ちょっと悶絶。さあ平柳がチャンスか。2度目の挑戦でベルトを奪うでしょうか。上がっていきます。上がっていく。そこから落とすのか。中島抵抗する。中島なんとか落としました。あーそのまま取った。なんとかなんとかかわしたのは平柳です。ダメージは中島。中島は3度目の防衛戦、一度去年ベルトを奪いましたが急性虫垂炎で返上するということもありました。その後リッキー・マルビンが奪いましたがリッキー・マルビンも返上。改めてベルトを腰に巻いたのは中島でした。この GHC のジュニアのベルトに、まあ、団体ではありますが思い入れも強い中島達彦です。カバーに入る平柳です。2月11日に会社名はケンスケオフィスのまま、団体名がダイヤモンドリングに変わりました。北斗晶社長によりますと理由は各選手の成長のため、大きな輪を作って光を放ってほしいという意味でダイヤモンドリングにしたということです。そのダイヤモンドリング中島が現在チャンピオン、 GHC ジュニアのベルトを巻いています。そして今放送席には試合が終わったばかりの塩崎豪選手にも来ていただきました。塩崎さん、はい、このタイトルマッチ2度目の平柳ですが、ちょっと普段とはまた違う気持ちの入り方に見えますがいかがですか。そうです、前回ね、鈴木さんとかね、そこで、タイトルマッチをね挑戦した時もやっぱり、はい、やっぱり感情で、ね、白で出して金髪にしてきたと。そうでしたね、去年の2月でした。うん、そんだけやっぱりあの意気込みというものが感じられますしね、はい、またタイトルマッチだけがいいという話に なりますけどね、まあ、でもそういう気持ちがやっぱり面白さを生んでくると思うので。なるほど。ただここで今テーピングを外してその悪道ぶりも使っていこうというところですが、あっとこれはいけません。これはいけない。西永レフリーがなんとか止めようとしていますが、カウントしようとですね、これまではいけませんね。反則負けもありますが、あっとまだ続けます。まだ続ける。一回ねやっぱり反則、あっとこれはこのまま一回転してきました。今たまらず西永レフリーがカウントを数えようというところ、まあまあ、そこでね、はい、あの数えさせないというね、まあ、あいつなりのうまさっていうのがあるんでしょうけど、まあ、カウント5まで、ね、そうですね、何してもいいんで、そういうところはうまく使えるね、はい、あいつにとっては賞金にもなると思います。なるほど、さあここでもう何もありません。
片井ゆか、ゴラゲンホール、そのまま行くのか、逆にやり返しました、強烈です。このダメージは大きいでしょうね。そうですね、マットがない分、やっぱ音もすごいのが、はい、出ましたね。まあ、塩崎さんも何度も経験はあるかと思いますが、やっぱり腰痺れちゃうとね、立てなくなっちゃうんで。なるほど、はい、立てるかどうか平柳、なんとかなって、ここから狙っていく。この中島の蹴りというのが、まあ、健太の蹴りもあるんですが、ちょっとまた違う重さというのを何か感じるんですが、まあ、でも空手ね、空手長年やってる分でね、はい、やっぱり蹴りのうまさ、体重の乗せ方のうまさとか、やっぱりあるでしょうしね、やっぱり要所要所で蹴られるとやっぱきついですからね。そうですか、はい、その一発の重みを感じている挑戦者の平柳です。昨日の調印式では、もう本気で中島来い、そして俺も本気で行くと、そう話をしていました。このままでは俺はダメなんだと、ノーマーシーの中でも健太だけだと思われてはダメなんだと、そう話している平井ですが、これはペイント、あっと連打でいきます。何回言ってるのか、一気に行くのか、顔面、そのまままだ続ける、あっと首元に入った平井ピンチ。あ、これはあえて、これはあえてですね、チャンピオンね、あえてホール解きましたね、解きましたね。まあでもそこでそういうものを見せるっていうね、まあ、リスクもあると思いますけど、ね、そうですよね。もしかしたらこういった隙を見せたら、あっとここはダメです、三角切れはいきませんでした。何が起こるの、あっとちょっと斜めに落ちましたね、危ないですね、首あるいは肩、分かんない状況で投げられたから、こう受け身のね、そうですね、あの体の使い方も分からなかったみたいですね、危ない角度で落ちましたね。そうですね、右の肩から落ちたでしょうか。さあ今度はお祭り現場に行こうというところか、なんとか取っ手を離す、腕取って、おっとそのままお祭り現場に行った、決めるか、そのままカバーに入っている、カウントは2です。これ一気に来たでしょうかね、平井は ね、 そうですね、あんまり間を空けない方がやっぱり、ね、はい、勝利現場、いや取られた、ね、あっとつまり反撃、もう一回、うんと、これは避けている、バックを取っている、急角度、昇竜現場当てることはできませんでした。ちょっと追い込みが甘いですね、ちょっと昇竜現場に頼りすぎという部分もありますね。あ、そうですか、うん、何か他の技で行ってからと、まだまだやっぱり相手もダメージがね、そこまでないとやっぱり勝利現場もね、隙が多い技なんでね、止める分ちょっと間ができますかね、間ができますからね、やっぱりそこ、ただこれは雪崩式に行こうというところですが、中島一番高いところに行って、そのまま、いやこのままどうか、こらえている平柳、あっと一発蹴りを見ま、あっと切り返した、平柳現場、あっとこれもかわしている、かわした、あっとこれもレフリーを使いながら逆に中島を蹴っていきました。投げていったのは平柳、いけるか、鋭い眼光になった、一気に行きたいところ、また現場コール、しかし蹴っていきます。今チャンスだったんですかね、やっぱり一発いった後に、はい、ね、畳みかけられないっていうね、三角でいった、そういう甘さもあるのかなと思いますけど、あっとトランスキックは顎へいかく、おっと、よく見ている中島、そのまま、あっと垂直落下、前から3つ入るのか、おっと3つ入れない、現場コール、2度目のチャレンジ、平柳この青いベルトを狙ってきました。自分が変わるために、ダメな自分を変えるために挑戦してきたこの平柳ですが、バックを取られた、バック取り返した、おっとこれはちょっと曲がれきた、中島捉えた、あとレフリー大丈夫か、
りました、まあ、あいつにとってはチャンスですね。チャンス、何でもできる、何でもできる、そうそう、何でもできるんで、ここでね、あこういうことですね。うわっと、これは西田レフリーは見ることができません。変えた方がいいんじゃないですか。変えた方がいい、試合続行、これができるのかどうか。レフリーがいない状態です、レフリーがいない状態です。大変なことになりました。あ、そして平柳が、あっと本部席の椅子を使っていきますが、うん、タイトルマッチ、これはどうでしょうか。あいつにとってはやっぱりね、タイトルマッチだけども自分の味を出さないといけないんでね。悪道、まあ、いいんじゃないですかね、そういうのは。そうですか。だったらむしろボンボンやった方がいいかなと思います。なるほど、やるなら。あっと、一発、西田がレフは見ていません、レフで見ていない。2発叩いていきました、縦という平柳、立ってきた中島、おーっと、蹴りで椅子を吹っ飛ばした。大丈夫かい。あ、中島が椅子を持っています。いや、使わない、中島は使いません。おっと、球を持ち上げるか。まだリング上には椅子があります。高々と、いや、これはちょっと、これも大変形です。斜めに押していきました。足が耐えれなかったんじゃないですかね。なるほど、やっぱり椅子を蹴るのもね。なるほど、あっと、椅子に DDT、 椅子蹴った方にもね、やっぱりダメージあると思いますね。なるほど、まだレフリーは戻ってませんね。西田さん持っていない。今椅子はリングから落ちました。それは邪魔、あっと、これ高い、高い角度、レフリーがいない、レフリーがいません、西田さん戻れない。これはまだ現場コール、なんとか中島レフリー起こさないとダメですね。そうですね、中島選手起こしに行って、大変なタイトルマッチになりました。まだリングに戻ることができません、西田がレフリーです。しかし、あーと、あーっと、もう一回、これも死角か、レフリーの死角か。反則攻撃でありますが、石田さん見られない。ようやく石田さんの目がなんとか二人の方向に行きましたが、さあここから平柳はダメージを与えておいて、ここでいけるかどうか、ベルトを奪うか、自分を変えられるか。しかし、あっと、何をするか長島、危ないですね。どこを見ているか、また切り返す、平柳が上です。高いところ、そこから回ってきた、振り落としていきました。あのままちょっと外れちゃいましたけど、丸め込んでたら分からなかったですね。なるほど、さあここも前に落としていきました。昇竜拳バー、完璧に入りました。どうだ、なんとか中島上げました。やっぱりためも短い分腰が入ってなかったですね。なるほど、しかしもう一回行こうというところ、もう一回飛び込んだ、どうか、三つ入るか、どうだ、三つ、なんとか切り返した。あー、後頭部強烈に入りました。三つ一発、後頭部一戦、中島防衛、平柳敗れたり、中島勝彦苦しみながら3度目の防衛を果たしました。平柳に最後も一発、大丈夫ですかね、後頭部。いや、いいの入りましたね、今のは、やっぱり四角い相手見てない分、やっぱり綺麗に入っちゃいますね、当たれば、打撃のね、あの勝利現場という威力は凄まじいですけどね、その隙が多いのがありますからね。18分8秒、ベルトは中島に戻りました。今金丸が行きました。これはあるいは金丸ですか。健太が平柳のところに行っています。健太は現在負傷で欠場中、金丸がちらっとまたもう一回中島のベルトのトロフィーを見ています。
まあ、ノア・ジュニアの、まあ、初代チャンピオンでもありますからね。金丸コール、金丸は5度このジュニアのチャンピオンに輝いたことがあります。最多です。あるいは次の中島の相手ということになるんでしょうか。平柳は最後後頭部デスロールにやられました。まあ、西永レフリーがいないところで中島もちょっと苦しんだところもありましたがね。まあでもそうですね、あの平柳の、畳みかけがねちょっとできなかったっていうのが大きいかなと思いますね、はい、やっぱり一発一発になっちゃったんでね、これ一発いってもっとね次に行けばまだ分かんなかったかもしれないですね。なるほど、はい、ただこの中島の強さ、金丸が来ましたがどこまでこの GHC の青いベルトを、あ、マイクを持ちます。改めてこの緑のマットにもう4年いるけど忘れんじゃねえ、俺はダイヤモンドリングの中島勝彦だ。塩崎さん、今の一言の意味をどう捉えますか。まあね、ノアに継続参戦してるというのもありますけどね、やっぱり敵対やっぱり他団体のリングということで、やっぱりそれだけやっぱ先を持ってね試合してる意気込みというものを伝えたかったんじゃないですかね。ちょっと今なあなあになってる部分があるかもしれないけどね、ノアの選手に